こんにちは、駅前プラス岩光代です。気温がぐっと下がってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。外出時は軽めのアウターやカーディガンを取り入れるなど、体調管理には気をつけてお過ごしくださいね。さあ、今回のトピックスはこちらです。まずは今週の一押し、山城に行こう2023を攻略しようです。ご覧ください。時は2016年、市の魅力を市内外へと PR し、未来を担う子どもたちが歴史資産の本物の価値を知り、郷土愛を育むためのとあるプロジェクトが始まりました。そのプロジェクトの名前は山城に行こう。市に残る戦国時代の城跡に着目し、市と地域で協力して市外から訪れた人をおもてなしすることにしたのです。11月11日、12日の2日間、山城に行こう2023が開催されます。このイベントは地域で山城を保全している蟹市山城連絡協議会と市が一体となって行っています。今年は二の蟹山城跡が国史跡に指定されて10周年ということで、記念公園や広見地区センターを拠点とした市内3つの山城巡りが楽しめる企画をご用意しています。今回はそんな山城に行こう2023を攻略するためのポイントを3つご紹介していきます。まず1つ目は蟹の山城巡りを攻略です。広見地区センターを中心として二の蟹山城跡、今城跡、くくり城跡の3つの山城をシャトルバスがピストン運行します。無料で乗車できますので、どなたでも気軽に山城巡りが可能です。またそれぞれの山城では蟹市山城連絡協議会によるガイドもあります。蟹市山城連絡協議会は山城の整備活動を行う美濃蟹山城お守り隊、くくり城跡城守隊、今城跡を整備する会の3つの団体で構成されています。協議会は市や企業と協力し、城跡の整備のほかガイドや PR 活動も行っています。当日はそれぞれの山城で、我々協議会のメンバーが、特色のある場所をご案内するということで、全体的なお案内もするし、ピンポイントでのご案内もするという形で、それぞれの山の大きさとかに合わせた形で、ご案内しようかなと、そんなふうに思ってます。各山城を巡っていただいて、そのお城の後で、運営協力金ということで500円を納めていただきますと、500円あたり1枚の、通行証をお渡しします。この通行証2枚を、広見の地区センターへ持ってきていただきますと、この限定の縄張りポーチをプレゼントいたします。ぜひ、あちらのお城、こちらのお城を巡って通行証をゲットして、さらにこの縄張りポーチの手に入れてお帰りいただいたらいいかと思います。ぜひ巡ってみてください。その他にも三条の現地会場ではドローン映像で楽しめる空から山城攻略などの企画も行います。ぜひ足を運んでみてください。山城巡り現地会場でのおもてなしについては12日の10時から13時半のみの開催ですので、お気をつけください。そして2つ目のポイントはこちら、豪華ゲストたちが出陣、ステージイベントです。広見地区センターでは2日間で異なるステージイベントを行います。11日は各地の武将隊による迫力ある演舞をお近くで楽しめます。推しの武将や武将隊と一緒に写真を撮るのもおすすめです。12日は10時から蟹市宮太鼓保存会による宮太鼓の演奏があります。蟹市の宮太鼓は蟹市無形民族文化財として古くから伝わる芸能です。大太鼓、小太鼓、横笛の演奏をお楽しみください。終了後は太鼓を叩く体験もできます。12時半からは富加町、蟹市、御岳町の職員による
地元の山城ここだけの話が開催されます。職員たちによる最新の地元戦国事情が楽しめます。14時からは豪華ゲストが登場する美濃金山城跡国史跡10周年記念公演、心に響いた10の山城を開催します。蟹市特別顧問である落語家の周風亭翔太さんやお城博士ちゃんこと栗原響さんなど豪華メンバーが登壇します。ゲストが繰り広げる心地よい掛け合いとここでしか聞けない山城トークをお楽しみください。席に限りがあるので立ち見になる場合があります。またとない機会ぜひお越しください。また12日当日は豪華ゲストたち5人も3つの山城に訪れる予定です。誰がどの山城に来るかは現地に着いてからのお楽しみです。それでは最後3つ目のポイントです。腹が減っては戦はできぬ、カニグルメを食らい尽くせです。イベントではメイン会場の広見地区センターにて戦飯が楽しめる飲食ブースを出展します。この飲食ブースは蟹市観光協会の飲食店やキッチンカーが計9店舗出展しますので、メインからデザートまで様々な食が楽しめます。市の城跡や歴史上の人物にちなんだユニークなメニューもたくさん登場します。ここでしか食べられないグルメたちをぜひ味わってください。同会場ではチャンバラ合戦イクサも開催しています。片手にスポンジ製の刀を持ち、腕に命となるボールを装着して大人数で戦う世界一平和なリアル合戦ゲームです。大人から子供まで一緒に楽しめるチャンバラ合戦にぜひご参加ください。山城に行こう2023は11月11日土曜日、12日日曜日の2日間の開催です。メイン会場は広見地区センター、現地会場は美濃金山城跡、くくり城跡、今城跡の市内3つの山城です。開催時間は11日は12時から16時、12日は10時から16時です。山城巡りは12日の10時から13時半のみの開催ですのでお気をつけください。シャトルバスの時刻表は山城に行こう2023の特設サイトにてご確認いただけます。美濃金山城跡が国史跡に指定されて10周年となる大きな節目の年です。歴史やお城が好きな方はもちろん、あまり興味のない方も楽しめるイベントとなっていますので、ぜひぜひお越しください。今回も盛りだくさんの内容で楽しみ方も様々ですね。ぜひお出かけください。それでは続いてプラスの視点、令和4年度決算についてです。令和5年9月に市議会において令和4年度決算が審議され認定されました。一般会計では歳入が390億円、歳出が362億円と過去最大の決算額となった令和2年度に次ぐ決算額となりました。主な理由として、歳入では市税や地方交付税の増加、また市政40周年を記念して発行したプレミアム系マネーの販売収入などがあったためです。歳出では物価高騰の影響を受ける子育て世帯などへの給付金事業や市政40周年記念事業などを実施したことによります。一方で令和3年度を上回る金額を基金、家庭での貯金にあたる部分に積み立てることができました。また市で取り組みを続けている4つの重点方針、高齢者の安気づくり、子育て世帯の安心づくり、地域経済の元気づくり、町の安全づくり、令和4年度にもさまざまな事業を実施しました。4つの中で特に重点を置いている地域経済の元気づくりでは、定住人口の増加や地域の活性化を目標に、蟹御岳インターチェンジ工業団地の第一工区造成工事を開始しました。第一工区は令和5年度に完成し、令和6年度に分譲を予定しています。第二工区は令和5年度から工事を開始し、令和6年度に完成、令和7年度分譲を予定しています。町の安全づくりでは、より安全安心な通行空間を整備するため、近くに保育所などがあることを知らせるキッズゾーンや、車の走行速度や通り抜けを抑制するための
ゾーン30プラスを設定し工事を実施しました。また通学路では関係機関と合同点検を行い、必要に応じて防護柵の設置やカラー舗装などを行っています。他にも高齢者の暗記作りでは、認知症の人を地域で見守る仕組み作りとして認知症サポーター養成講座を開催し、新たに見守りシール事業を開始しました。そして子育て世代の安心づくりでは、妊娠中から産後までの身体的、経済的、精神的負担を軽減すべく、妊娠健康審査費の助成、産後の健康審査の助成を行いました。これら4つの重点方針の事業は令和5年度も引き続き取り組んでいます。今年度の決算や来年度の予算が発表された際にはぜひ注目してみてください。令和5年度も誰もが安全安心に元気に暮らせるまちづくりを目指していきます。決算状況の詳細は広報課にまたは市ホームページをご覧ください。最後に掲示板です。今回は多文化共生フェスティバルと青少年育成シンポジウムについてお伝えします。10月29日日曜日、多文化共生センターフレビアで多文化共生フェスティバル in カニ2023が開催されます。各国の子どものゲームを体験したり、多国籍の料理も楽しみながら多文化に触れてみませんか？専用駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。11月18日土曜日、文化創造センターアーラで青少年育成シンポジウムが開催されます。テーマ、我が家の宝物の作文発表と表彰式、また学校に行けない子どもたちについての講演会を行います。参加の申し込み方法は、広報課にある申し込みフォーム、または地域協働課までご連絡ください。申し込み締め切りは11月2日木曜日です。番組では皆さんからのお便りご意見をお待ちしています。宛先はこちらです。さあ、次回のいきまいプラスはいつまでも元気、福祉 Q&A お悩み相談室など盛りだくさんの内容でお送りします。ぜひご覧ください。それでは今回はこれで失礼します。